ある雨の降る日の午後であった。私はある絵画展覧会場の一室で、小さな油絵を一枚発見した。発見というと大げさだが、実際そう言っても差し支えないほど、この絵だけは思い切って最高の悪い片隅に、それも恐ろしく貧弱な淵へ入って、忘れられたようにかかっていたのである。絵は確か、沼地とか言うので、画家は地名の人でも何でもなかった。また絵そのものも、ただ濁った水と、湿った土と、そうしてその土に反もする草木とを描いただけだから、おそらく尋常の見物からは、文字通り一個さえも受けなかったことであろう。その上不思議なことにこの画家は、大うつたる草木を描きながら、一はけも緑の色を使っていない。葦やポプラや、イチジクを彩るものは、どこを見ても濁った黄色である。まるで濡れた土壁のような、重苦しい黄色である。この画家には、草木の色が実際そう見えたのであろうか。それとも別に好むところがあって、ことさらこんな誇張を加えたのであろうか。私はこの絵の前に立って、それから受ける感じを味わうとともに、こういう疑問もまた差し挟まずにはいられなかったのである。しかし、その絵の中に恐ろしい力が潜んでいることは、見ているに従って分かってきた。ことに前景の土のごときは、そこを踏む時の足の心持ちまでも、まざまざと感じさせるほど、それほど的確に書いてあった。踏むとぶすりと音をさせてくるぶしが隠れるような、滑らかなおでいの心持ちである。私はこの小さな油絵の中に、鋭く自然をつかもうとしている、痛ましい芸術家の姿を見出した。そうしてあらゆる優れた芸術品から受けるように、この黄色い沼地の草木からも、恍惚たる悲壮の感激を受けた。実際同じ会場にかかっている、大小様々な絵の中で、この一枚に拮抗し得るほど力強い絵は、どこにも見出すことができなかったのである。大変に感心していますね。こういう言葉とともに肩を叩かれた私は、あたかも何かが心から震い落とされたような気持ちがして、卒然と後ろを振り返った。どうです、これは。相手は無頓着にこう言いながら、カミソリを当てたばかりの顎で、沼地の絵を指し示した。流行の茶の背広を着た、恰幅のいい、消息痛を持って自ら任じている、新聞の美術記者である。私はこの記者から前にも、一二度不快な印象を受けた覚えがあるので、不詳不詳に返事をした。傑作です。傑作ですか。これは面白い。記者は腹をゆすって笑った。その声に驚かされたのであろう。近くで絵を見ていた二三人の見物が、皆言い合わせたようにこちらを見た。私はいよいよ不快になった。これは面白い。元来この絵はね、会員の絵じゃないのです。が、何しろ当人が口癖のように、ここへ出す出すと言っていたものですから、遺族が審査員へ頼んで、やっとこの隅へかけることになったんです。遺族？じゃあこの絵を描いた人は死んでいるのですか？死んでいるのです。最も生きている中から死んだようなものでしたが。私の好奇心はいつか私の不快な感情より強くなっていた。どうして？この絵描きはよほど前から気が違っていたんです。
この絵を描いた時もですか？もちろんです。気違いでもなければ誰がこんな色の絵を描くものですか。それをあなたは傑作だと言って感心しておいでなさる。そこが第二面白いですね。記者はまた得意そうに声を上げて笑った。彼は私が私の不明を恥じるだろうと予測していたのであろう。あるいは一歩進めて鑑賞場における彼自身の優越を私に印象させようと思っていたのかもしれない。しかし彼の期待は二つとも無駄になった。彼の話を聞くとともにほとんど厳粛にも近い感情が私の全精神に言いようのない波動を与えたからである。私は焦然として再びこの沼地の絵を凝視した。そうして再びこの小さなカンバスの中に恐ろしい焦燥と不安とに苛まれているいたたましい芸術家の姿を見出した。もっとも絵が思うように描けないというので気が違ったらしいですがね。その点だけはまあ買えば買ってやれるのです。記者は清々した顔をしてほとんど嬉しそうに微笑した。これが無名の芸術家が、我々の一人がその生命を犠牲にしてわずかに世間から贖い得た唯一の報酬だったのである。私は全身に異様な旋律を感じて三度この優越な油絵を覗いてみた。そこには薄暗い空と水との間に濡れた黄土の色をした葦が、ポプラが、イチジクが、自然それ自身を見るような凄まじい勢いで生きている。傑作です。私は記者の顔をまともに見つめながら公然としてこう繰り返した。